山本由伸のドジャース面談に MVP トリオが参加、大谷翔平、ベッツ、フリーマンが面談に参加していたことが明らかに、大谷翔平と山本由伸の両取りを狙うドジャース。早速大谷選手も、大谷さんも参加するなんて、心揺れる。これは断れない。やばすぎだろ。これはチート。確定演出。圧迫面接でさぁ。ドジャースに入団してからの大谷選手が一番初めに行った功績、山本由伸選手をベッツとフリーマン選手と共に口説き落とした、になったらいいな。今年本気なんだなって伝わるお手本やな。ドジャースの今年にかける意気込み感じる。ドジャース優勝候補になった。これで断ったらやばい、ドジャースに興味なくても行くだろ。よく考えると大谷がドジャースのプレゼンはできないから、完全に一緒にやろうで同席してるのかな。大谷翔平 VS 山本由伸が見たいのだが、圧が強力すぎて、こうなったらとことんやればよい。勝つためのチーム作りが本気すぎて好き。大谷さん、日本人のいる球団でプレイすることには消極的じゃなかったっけ？考えが変わったのか。大谷ってメジャー来るときにメジャーにいる気持ちにならない、と言って日本人がいないところを条件にするくらいだったのに変わったんだな。本当に勝利に飢えてるのがよくわかる。これでも入団を断れるくらいのメンタル強な山本由伸であってほしい。けれど大谷翔平とドジャースでチームメイトなんて断る理由がない。個人的には由伸にはダルビッシュの元に行かせたいが、パドレスはそれどころじゃないかな。東海岸に行きそうな雰囲気あったけど、山本由伸が好きなベッツがいたならだいぶ心揺さぶられたやろ。再来年以降由伸翔平のダブルエースやな。野球壊れる言うけど振り切ったチーム作るの正解やろ。強いチーム倒すの好きやん、君らは。先発投手が少ないようだから、山本由伸選手ドジャース来てほしいなぁ。